どうも、はるです。ということでですね、今回も、物事はね、達成する前が一番楽しいって言いますから、この、転売屋によってね、スイッチが買い占められることによって、スプラトゥーン2が、いつまで経ってもできないんですけど、ただその達成する前のこの一番ワクワクする時間が、転売屋のおかげでね、買い占められて、手に入れられないことによって、この一番楽しい時間がずーっと続いているから、逆にこれはなんか嬉しいことなんじゃないかなって、ちょっとそういう考えもね、さっきちょっと思ったんですけど、やっぱ転売屋はしね、クラフトやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。パート、いくつですかね。もうちょっとわかんないですけど。はい、というわけで、もう早速、もうここからもう違うでしょ。ね、見た目が。タイガミノリアミね。はい、名前。ちゃんと覚えてください、皆さん。はい。でですね、こちらのもうね、もう UI 見てもらえばわかると思うんですが、この右と左の、3つのマス、これ何かっていうとですね、今回入れたモッドは、二刀流モッドということで、二刀流を、マイクラで二刀流をすることができるというね、もう画期的なもう、超スーパーウルトラミラクルショットな、モッドを入れさせていただきました。それでは、早速ね、この二刀流モッドちょっと試していきたいと思います。で、ここを押すとポチッと押すとね、なんかこういう画面が出てくるんですよ。で、ここで防具つけれて、で、ここで右左の武器が持ってるんですけど、例えば、ちょっとダイヤ剣作りたいね、ダイヤ剣。ダイヤ剣を、とりあえず防具切るか。久々に防具を切る。久々にな。で、ここにですね、剣を入れるんですけど、で、ダイヤ剣。ダイヤ剣をもう一個作りましょう。あ、これ100の、金の剣のとかの方が分かりやすいのかな。ちょっと金の剣を作って、これをね、ちょっと二刀流していきたいと思います。これ作って、で、ここの二刀流モッドのね、UI を開きまして、こっちがどっち？こっちが、待って。おかしいことになってないか？すげえことになっちゃった。あ、違う、これ。あれだ。こっちの腰に入れてんだ、これ。俺なんかてっきりなんか金の剣とさ、ダイヤの剣がこう繋がって、なんかめっちゃ強い武器になったのかと思ったら、これあれだ、腰に入れてるだけだ。はいはい。こう。これで、二刀流できるのかな？で、こっから、これどうやって使うんだ？え、これどうやって使うのね。待って。あ、R キーでいける。あれ、これさ、左のやつどうやって使うん？これ左のやつどうやって使えるん？これ。ね。はい、ということで調べてきました。ですね、多分ね、この剣はね、右クリックでガードしちゃうんで、多分な、こっちのね、左手が使えてなかったと思うんですけど、基本的に、右クリックで、左手のやつは、いい感じのスケルトン。あ、そう、これ二刀流もっと入れるとね、このスケルトンがこの矢背負ってんの、矢を。すごくない？これ。で、基本的に、左手に持ってるやつは、右クリックでね、待って、毒これ、毒か。何もない状態で右クリックをしても、こうやってガードしちゃうんだけども、モブに向かって、右クリックするとちゃんと攻撃できるようなので、ちょっとやってみます。せーの、ほい。あ、こんな感じでね。こういう感じで、モブに向かって右クリックすると、どうやら左手の剣も機能するといった感じだそうです。で、この量産型トリタにも、こうやって、おいって、こんな感じでね、殺せると。はい。こんな感じで、両方の剣を使えると。そういうことですね。はい。ということでね、いろいろ試したいことがあって、双剣。立体軌道の双剣あんじゃん。あれってさ、片手に持っても両手に持ってることになるじゃん。ってことは、右手と左手両方に双剣持たしたら、四刀流になるんじゃねって俺の、かすかな願い。叶えてくんねえかな。ちょっと試してみます。はい。で、これで、そっか、ブレイザー表示されないのか。ちょっと人間になろう。毛布のエフェクト変わった？いいや。で、これで、両手持ってんじゃん。この初対面も、もう両手持ってんじゃん。で、これで、これでよ。こっちにも持たしてたらさ。あ、待って。あ、持てない。マジかよ。待って。あ、こっちにはいける。あ、2本はこれ持てないんだ。2本以上は。なるほどね。おい、おい、ちょっとこれ。片手に2本持ってんだけど、こいつ。やべ、これは最強だわ。片手に2本持ってる。強い。あとね、抜刀剣。これ、抜刀剣取れんのっていう。ほい。これ、いける兆しが。待って。これ、どういう意味、どんな武器だよ、これ。ダイヤ剣と、どういうことやねん。でもさ、これでさ、こっちにゆずきと思って、こっちにダイヤ剣持ってたらさ、あれじゃん、右クリック連打だけで同時に攻撃できるから、これクソ強いんじゃないの。ちょっと、
誰か殺そう。不自然でしかない。見た目どうなってんのこれ。不自然でしかないんだけど。俺もよく作ったよねこの TT。 でひたすら右クリック。あれゆずきとが使えなくなってる。あーいけた。よしよしよし。これやりたい。これあでも待って、あダイヤ剣でこれ攻撃の判定になるときはゆずきとが使えないんだ。めんどくせえこれ。めんどくせえ。あじゃあ普通にこれあれだ、縦切りで使おう。これ左クリックで普通にゆずきと縦切りできるんだよ。どういうこっちゃこれ。縦切りとこのダイヤ剣の切りで。俺何この大道芸。ということで二刀流モッドでした。じゃあこれ活用していこう。うん、なんかね、はい、ということで二刀流、うわびっくりした。クリーパーが飛んだ、びっくりした。で今回なんですけど、まあそうメイドのね、なんか指示を前回ちょっとできなかったので、尺の都合上ちょっとメイドにちょっと指示出ししたいなと。あその前布団で寝るか。よっうずこ一緒に寝るか。一緒に、あ、行っちゃった。そしてなんか俺、実績ゲットしてんだけど、抜刀剣の。で、ちょっとこいつらにね、命令していこうかなと思います。で、なんかね、持たせるアイテムによって、なんか、命令の内容が変わるらしくて、とりあえず、剣持たせて、あと、武装させよう、武装。さあ、ガギン、ガギンと。おー。あ、でもやっぱ防具も可愛いな。防具も可愛くなんだな、ちゃんとな。よいしょ。おー、武装した。いいね。ちょっとみんなこっち向いて。砂糖あげる。はい、はい、はい。これ砂糖。こっち向け。あーす、なんか、強そう。何この長さ。しかも体力ゲージつけてるから、なおさらこの、なんつうの、SAO 感すごくない？皆さんはどの子が好みですか？僕はアミちゃんかな。この、おとなしそうな感じがいいですよね。で、なんか持たせるアイテムによってなんか指示出せるらしくて、剣を持たせると、なんか、攻撃なんか、護衛みたいな役割になるらしいので、ちょっととりあえず3人とも、剣をね、持たせようかなと思います。よし、このダイヤ剣を君たちに授けよう。ガシャコンと。さあ、これで、あれかな？待って、今あげれた？あげれてるね。これで砂糖でアクティブ状態にすれば、まあ、戦ってくれんじゃないかと思います。おい。おー、来たー、あ、強そう。まだめっちゃ来た。やばいやばい、殺されるこいつに。やばい、どうしよう。これ、双剣とか持たせられんのかな？双剣持つ君。はい。何俺が、あれってこのなんか上に飛んでんのアミか。あ、これ上に飛んでんのアミか。俺妖精かと思った。待って、なんか、俺こいつに双剣持たした瞬間にクソバグってんだけど。待って、おい、アミ、それはまずいって。どうなってんの？おい、ちょっと。お前、とりあえずこれ没収。ああ、正常に戻った。今しめだな。二度とメイドに双剣持たしちゃいけない。今しめ。もうバグる、これ。おい、オッケー。よっしゃ、武装三人娘。ウィズウズコ。ウズコも連れてっか。あーなんか取っちゃった、なんか。おい。春一家。これが春のゲーム実況チャンネルだーみたいな。あ、ちょっと立体軌道つけよう、俺。立体軌道つけよう。で、防具外そう。見た目悪いし。キモいから。記念写真撮るよー。記念写真撮るよ。これが春のゲーム実況チャンネルだ。ドドン。こいつらで、まあ適当になんかその辺の、なんか、いるやつを、飼っていきたいなと、思います。じゃあそれ、せっかくだからちょっと二刀流生かしたよね。じゃあ俺は二刀流でいくわ。俺はダイヤ剣と、まあダイヤ剣と金の剣でいいかスタンなので、ちょっと武器追加系の、この武器追加系のモッド入れよう。あとなんか敵入れるモッド欲しいよね。やっぱそろそろメイドさんもいて、ウズコもいて、日体キロがいて、ちょっとだんだん強化されつつあるから、うちの春のゲーム実況チャンネル、春一家がちょっとね、強化されつつあるんで、まあなんか敵を追加するモッドもね、入れたいと思います。それではちょっとこのメンバーで、なんか適当に、あ、ちょっとウズコはちょっと危ないから連れてきねえな。適当に外にやつ狩ろう。行くぜ、お前ら。もう俺らの敵はいねえ。さあ行くぞ。あ、いてえ。ちょっと、ここ直そう。早いとこ、ここ直そう。狩りの時間だ、狩りの。わあ、来てる。
強そう、めっちゃ強そう。何これ。森の中で狩りを始めよう。ちょっとね、モークリーチャーズのなんか適当な、ここやば、お前絶対欲しいんだよここ頼むか。ああ、危ねえ。あ、生き返ってよかった。もう本当にもう心配。ねえ、こいつらってどうやって体力回復すんの？砂糖？あ、回復してる。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。あ、ビビった、今、ビビった。ほんと。アミちゃん。やめて、そうやってドッキリすんの。そんな、もう。そんな、まさかね、あそこに落ちて助かるとは思わないからね、さすがに。攻撃したら、みんな攻撃してくれるとかかな。攻撃しろ。あ、ダメか。敵モブ限定なのかな、やっぱ。おら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 、オッケー。お、これ、待って、これ本当にキリトじゃね。これマジで、マジでの、マジの方でキリトじゃないか、これ。おいおいおい、二刀流スキルだ、おら。おら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 。楽しい。そしてメイドさん出るうまくない。あ、これいいな、二刀流もっと。俺ちょっと待って、俺もうちょっと決めたい今。俺いつかSAO のさ、なんか、武器追加するもったんじゃん。ちょ、あれいつか追加するわ。それで、キリト再現するわ。自分のことをキリトだと思ってる。痛い中学生みたいな感じで。スターバーストストリームとか、絶対俺言う。俺もそれ、今、夢ね。これ、いつかやる。これ。待って、いい感じに敵いないんだけど。敵いないんだけど、ちょっと。誰か、敵さん、ちょっと待って。ちょ、また、ちょっと、テレポートしてきて。ごめんね。はい。あ、来た来た、よしよしよし。タイが優秀。絶対平原とかの方が良かったの、俺な。これが楽しすぎるんだよな。え、てか敵いなくね、ほんとに。敵がいない。どうしよう。ちょっと待って。あ、これ、あ、これちょっと。メイドメイドおい、タイガー、もう俺たち二人で、二人で生き残るぞ。二人で生き残ろう。あー、タイガータイガー、もうお前だけは、お前だけは守る。お前だけは。いや、俺もね、飛び出した後、あ、やべえって思ったけどね、確かに。マジ悲しい、俺さっき、さっき家取っちゃった家。マジ悲しい。本当に泣けてくる。本当にもう家族のように思ってたからね、俺本当にマジで。おい、ちょっとあいつ、おい、あいつ仇だぞ。タイガー殺せ、こいつを。いけタイガー、いけ、ゴー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 。お前結構動きがあんまり、なんかお前下手だな、戦闘。お前ちょっと戦闘下手だな、おい。オッケー、それでこそタイガーだ。もう俺はお前とウズコの3人家族やな。まあ、で、メイドちょっと捕まえ行くか。いや、捕まえるって表現。いや、でもね、俺やっぱね、みのりとアミに変わりはいないと思うんだよ。俺は。おお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 おなんかすげえ働いてる。ああタイガーが燃えてる、タイガーが燃えてる。熱い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 。もう俺が、待って待って、ちょ、焦ってる。俺が全力でサポートしていく。俺が、もう、砂糖連打。お前は無敵だ。行け。よーしよ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 し。お前、そんな矢だらけで。そんな矢だらけで、お前。私が、アミとミノリを殺したこの、腐った世界を正すみたいなこと言ってんだろうな、多分な。偉いぞ。砂糖あげる、砂糖。いやー、ちょっと本当にショックすぎる。もう本当にショックすぎる。まあ、ちょっと。まあ、仕方ない。まあ、これもね。まあ、彼らの、彼女らの犠牲を、犠牲から学んでね、これからシンジャークラフトやっていこうと思います。では、ご視聴ありがとうございました。